日本教育情報機器株式会社は、東京都千代田区有楽町に本社を置く、教育用コンピュータ専門の賃貸会社。国内の教育機関に教育用コンピュータの整備を促進する目的で、当時の文部省、自治省、通商産業省の支援のもと、国内の複数の主要なコンピュータ企業が出資し、設立された。1992年6月25日、 参照の指導により設立。東芝、シャープ、富士通など国内の主要メーカーをはじめとする複数の企業が共同で出資する形で設立された。都道府県、市区町村の教育委員会、私立学校、専門学校等を主要取引先として教育業界を専門分野としたレンタルリースなどの賃貸を行っている。設立以来、 納入したコンピュータ機器の総額は累計で1800億円超。コンピュータ機器のリースレンタルにより、教育環境の ICT 化を図るほか、年4回の機関紙を発行、日本教育工学振興会の発行する ICT 教育環境整備ハンドブックの政作協力等も言っている。ABCDEF 日本教育情報機器株式会社、 第28期決算広告同社、ホームページサプライヤーの皆様のページ、ICT 教育環境整備ハンドブック2013から2014年版。ありがとうございます。